今日も男山ケーブルをご利用くださいましてありがとうございます。このケーブルは高低差82メートル、水平距離にして400メートルを木津川、宇治川、桂川の三線合流や渓谷を見下ろしながら約3分で男山山上へと登ってまいります。岩清水八幡宮は西暦859年、上元元年、清和天皇の御代に大和大安寺の僧行教が初めて八幡狼を迎えて創建されました。緑濃い山中にこんこんと湧き出る清水を人々は絶えざる者、清き者として崇め、岩清水社を祀っていたこの地に八幡宮が誕生されたことから岩清水八幡宮と称されるようになったと伝えられています。また毎月行われている八幡宮の祭礼の中でも、来る9月15日に行われる岩清水祭は特に雅やかで、京都の葵祭り、奈良の春日祭りとともに日本三大直祭に数えられています。皇室より勅使を迎えて信仰の儀、胡蝶の舞、そして山麓の北条池で魚や鳥を自然に放つ北条へと、きらびやかな王朝絵巻が未明から深夜まで一日中繰り広げられます。まもなく男山山上に到着いたします。お忘れ物のないようご注意ください。今日も男山ケーブルをご利用くださいましてありがとうございました。なお係員が扉を開けるまでしばらくお待ちください。入場の際には運営協力金の際に
どやばし。